ニコライ・ビリクトロビチ・ポドゴルヌイは、ソビエト連邦の政治家、ウクライナ人、レオニード・ブレジネフ時代に、ソ連の国家元首にあたる最高会議幹部会議長を務める、ロシア帝国領だった、ウクライナのカルロフカで、夜均工の家庭に生まれる、キエフ工科大学食品工業学部卒業後、佐藤工場で働きながら、共産党活動に従事した、1940年代に、 食品工業人民委員、モスクワ食品工業大学学長などを歴任し、1950年、ハルキウ州党第一初期に就任した。1957年、ソ連共産党第一初期となったニキータ・フルシチョフに引き立てられて、ウクライナ共産党第一初期に就任した。1960年には幹部会員、1963年に、 党中央委員会初期に選出され、ソ連共産党の組織、人事部門を担当し、事実上の第二初期の地位を占めるに至った。フルシチョフが失脚し、ブレジネフを第一初期とする新指導部が発足すると、ブレジネフ、首相のアレクセイコ水人とともに、トロイカの一人として、集団指導体制の一翼を担う。1964年11月の共産党中央、 委員会総会で、フルシチョフ時代に工業と農業の二つの系列に分かれていた地方党組織の再統合を報告した。この時に、ハルキウ州第一初期時代、第二初期を務めたビタリー・チトフ初期の協力を得た。しかし、チトフは解任され、公認の農業を担当初期には、ヒョードル・クラコフが、また、ポドゴルヌイが担当していた党組織、人事は、イヴァン・カピトノフが、組織、 党活動部長にそれぞれ選出されたため、1965年までに初期局から外されてしまう。古参のボリシェビキのアナスタス・ミコヤンの公認の国家元首の最高会議官部会議長に祭り上げられて、もっぱら議典外交の任を担当するようになっていった。コムソモール大会にブレジネフと1977年、ブレジネフは最高会議官部会に第一副議長を新設し、 ポドゴルヌイをこれに据えようとしたが、ポドゴルヌイはこれを拒否した。5月24日の中央委員会総会で政治局員を解任された。ポドゴルヌイは、その際、非常な驚きを示して立ち上がり、政治局員席から中央委員の席に移ったと伝えられる。1ヶ月後の6月17日、18日に開かれた最高会議で幹部会議長を解任された。 ポドゴルヌイ自身は会議を欠席し本人の年金生活に入るために辞任したいという声明が読み上げられた。1979年には最高会議代議員職も失った。1983年1月12日、ブレジネフ前書記長の後を追うように死去。ポドゴルヌイは子参のボリシェビキがヨシフ・スターリンの大粛清によって消された後を襲い、 スターリンの独裁体制を支えた出世組世代に位置した。ブレジネフや小水銀などと同じく脱イデオロギーの色彩が強く国家、経済の管理者の色彩の強い党官僚の先駆けであったと評価できよう。最高会議幹部会議長の座を追われた後の1978年11月、10月革命61周年記念パーティーに出席、ブレジネフ。 小水銀、アンドレー・グロムイコラかつての同僚に遠慮えしゃくなく、次々と話しかけ、迷惑そうな顔をされている姿が、中層に本体し、ウオモト・トキチロによって目撃された。ポドコルヌイは、この時点では最高会議大議員の身分は、まだ有しており、パーティーへの出席は、合法、ではあったが、失脚した、政治家は、 廃車の月を静かに眺めているのが慣例で、ポドゴルヌイの行動は異例であった。この行動が災いしたのか、その後間もなく彼は最高階二大員職も失った。またポドゴルヌイ失脚後、トレチャコフ美術館の51号室に飾ってあった赤の広場の壇上に立つブレジネフ書記長らを描いたドミトリー・ナルバンジャン作の絵画から、ブレジネフの左隣に立っていた。 ポドゴル類の姿が消されていることが確認され、話題を呼んだ。ありがとうございます。